はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビジです。ではでは、This is the police。 続きやっていきましょう。まず新聞からですね、女子学生が落雷で死亡。なんか最近ゲリラ豪雨的なものはかなり激しいですけどね。まあ、落雷の時は基本的には屋外ではなく屋内に入った方がいいって言いますからね。まあ、皆さんも気をつけていただければなと思います。で、もう一個、製菓工場でリストラ。なんか高齢者を一気に解雇しろみたいなのがね、市から警察署にも来てましたけど、製菓工場でリストラ。で、伝説の俳優、ポール・スパガット、フリーバーグでワークショップ開催。これは俳優としてのワークショップを開催するんですかね。何のワークショップだろう。まあいいや、じゃあ仕事に行きましょう。僕の勤めてる会社は、まあ、いわゆる外資系なので、まあ、リストラもたまにあるんですけどね、まあ、準外資みたいな、こう、えぐいようなリストラはないんですけどね、まあ、製菓工場ではリストラがあったという話。で、アームストロングですけど、テレビ番組の収録を見に行きたいんです。ずっとテレビに映りたかったので、休暇を取ってもいいですか？まあ、それはいいよ。有給休暇を取る分には全然いい。疲れすぎてフラフラか、ケネディ。しょうがないな。3人で回すしかないのか。3人で業務がこなせるとはちょっと思えないけどな。黒人のデモが起きています。連邦法では市営の建物周辺で集会を開くことは禁じられています。今日は市庁舎の正面で黒人たちがデモを行おうとしている。この行為はロジャーズ首相の命を直接脅かすことにつながる。どんな手段を使ってでも阻止してほしい。いやー、そう言われてもな、スワットチームを出していいんだったらまだしも、厳しいな。待ってくれ、視聴者に報酬の給料が60ドルって6000円かよ。これは厳しいな。で、黒人のデモに、いやー、だって4人いないもん、まず。4人出せないからな。ちょっと無理。だって4人いないもん。いやー、だって無茶だよ。俺だって送りたいよ。お、ここに来てようやく人が募集できる。しかもこのバードラムブラッドってめちゃくちゃ優秀じゃないですか。熟練度850。いやー、これはシフト B に追加しよう。早速シフト B に追加だ。基本的にはシフト B を強化していかなきゃいけないので、シフト B に4人追加しましょう。で、シャロン・モリスだけシフト A に追加して、ゴーティーちゃんをシフト B に追加しましょう。これでいいかな。これでしばらくなんとかやっていけそうかな。現在リクエストしていた警官のスロット強化は受け入れてもらえませんでしたということですね。まあ、警官がいればもちろん黒人のデモを阻止に行ったんですけどね。どうしようもないかな。で、家庭内の騒動ですね。年配女性はサラ・ウィルキンソンから通報が入った。近隣の家から赤ちゃんの泣き声ともう一人別の人物の叫び声が聞こえるらしい。普段は物静かで手のかからない赤ちゃんなので不審に思ったらしい。まあ、これは誤報だろう。やめましょう。基本僕の家も、まあ、子供はいないんで、奥さんと2人暮らしですけど、まあ、共働きということもあって、まあ、朝と夜しか会わない。かつ土曜日は奥さん1日仕事なので、1日一緒にいるよっていうのは日曜日ぐらいなんですね。なんで必然的に喧嘩をするっていうことはほとんどない、とか全くないって言ってしまう。ほぼないですね。で、集団での暴動ですね。サッカースタジアム、サッカーのサポーターがスタジアムで大規模な喧嘩を始めた。警察は事態を鎮静化しようとしているが、群衆たちはお構いなしに振る舞っている。じゃあこれはスワットチームも出しましょう。こういうね、集団暴動が大きな事故に発生する、発展してしまう、そんな可能性もあるんで、
スワットと護送車、さらにウッターと渡しましょう。家庭内騒動、これ合法であってほしいけど、逃げられたか。さらに市民の死亡か。集団暴動のサッカースタジアムですね。発煙弾がスタジアムの至る所で発射、人々は互いに容赦なく殴り合っている。ここは催涙ガスを浴びせましょう。犯人には逃げられたか。まあ警官の数をもうちょっと出さないとダメだったかもしれないですね。スワットチーム出したとはいえ。でインタビュー、これ3人持ってかれてたのが戻ってきてくれれば、ここに挙げた警官たちに質問をしたい。撃った後もここで持ってかれちゃうの。そうなるとミルサップとプロクター2人で事件を裁かなきゃいけないのか。自転車強盗、自動車強盗、女性からカージャックの通報、車で仕事に向かっている途中赤信号で停車した。そしたら男が走り寄ってきて開いた窓から私を引きずり出した。早く来て、どこも渋滞しているからそんなに遠くへは逃げていないはず。じゃあここはプロクターを出しましょう。このまま今日サンドイッカから何にも連絡が来ないであってほしいな。自動車強盗の方はというと犯人には逃げられたかって言ってるとね、ここに来てサンドイッカから来ましたね。2人は出せないな。またうちの銀行口座から金を引き落とそうとした愚か者がいる。今回は自分たちで動いて奴らを銀行から追い出そうとしたんだが、暴れ始めて備品を壊し書類に火をつけ出した。このバカとは思うは、この程度の衝撃で我々のビジネスが打撃を受けるとでも思っているのだろうかということですね。これはじゃあ2人出しましょう。サンド一家には徹底的にもう肩入れをしていくしかない状況になっているので。で、事件が起きちゃうんですよね、こういう時に。このままもう事件が起きないで終わってほしいけど。破壊行為、これはもうちょっと概要を見るけど何もできないからな。退職者のサマンサ・レンドンが窓の外を眺めていると、2人の若い女性が近所の家の窓を割るのを目撃。女たちは壁に裏切り者やアホなどとペンキで落書きをした。なるほど、窓を割った上に落書きをするって結構リスキーですよね。窓を割ったらガッシャーンと音するんで、その音がしてる中落書きしたのかな、それとも落書きした後最後のとどめに窓を割ったのかな。いずれにしてもちょっとこの破壊行為は見過ごしをせざるを得ない。さらに月島地区での要請か。これにもじゃあまた送りますか。ボルガのところで新しい補佐官を雇ったようだ。そしてそいつはボルガに自分の腕前を見せるため、我々一族の一員の娘を誘拐。その娘が連れて行かれた先の住所を入手し、人数も送ったがまだ情報が入ってこない。なるほど、いやー娘さんがね、なんか乱暴されてなきゃいいな。ここは女性警官2人を送りましょう。ちょっと前にタイにちょっと遊びに行った時ね、仲良くしてもらってる女の子と一緒に、部屋で過ごしてた時に、いわゆるアイマスクありますよね。飛行機乗るとき僕たまにアイマスク使うんですけど、そのアイマスクを彼女にして、ちょっとプレイを楽しんだっていうね、ちょっと変態プレイもしたんですけど、さすがにちょっと暴行とかっていうのには興味がないんでね、女の子にはやっぱり優しく接するっていうのがポリシーですからね。さあちょっとしょうもない話を最後してしまいましたが、これで26日目終了になります。はい、いかがでしたでしょうか。シフト B の方がかなり厳しい状況にはなってますが、人材が追加されるはずなのでなんとか乗り切っていきましょう。というわけで、次回は27日目プレイをしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。
い、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。